はい、皆さんこんにちは。6月の7日月曜日になりました。週末の疲れがねちょっと残ってるような感じもありますけどね、なんとか乗り切りましたね。明日火曜日水曜日は調子の日ですから安心してください。大丈夫ですよ。皆さん元気に頑張っていきましょうね。はい、今日はですね、京都駅の、八条口の連絡通路の方からですね北に向かってズボッとですね、抜けながらいつものように人出の様子をお送りしたいと思いますが、これね見てくださいよ。左側ね、551の蓬莱の豚まん売ってるお店なんですけどね、列がやたらと長いですよ。ちょっと、ね、久しぶりにこんななんかあの豚まん買うのに並んでる列がね、見ましたね。ということはですよ、私は思うんですけどね、久しぶりにこの蓬莱さんの豚まんが売れてるということは、私の頭の中のですねコンピューターはチーンとこうね答えを出してますね。間違いなく観光者来てますよ。そんな感じです。今日ね全国紙で見たんですけどね、京都の繁華街ね至る所でね2割3割ね、多めに人が出てるっていうのをね、今日じゃないか、この映像は昨日なんですけどね、緊急事態宣言がね発令されて、延長がかかった最初の週末になるんですか、そういうのね報告してました。2、3割も人が出てたんですね。でも、ね、見た目もうちょっと出てるような気もしますけどね、これ、連絡通路のね、中央改札のところの人出なんですけどね、これ通勤客がね家に帰るとか学生さんがお家に帰るってそんな時間帯じゃないですよ。これ夕方4時なんですね、日曜日ですから、近隣県から遊びに来た人、また京都の人が繁華街に出てそれから家に帰るなんてね、そんなシーンの人出の様子なんです。これ正面の方見てくださいよ。こんなに人いますよ。ちょっと何人いるかはですね、ちょっと数えられなかったんですけど、誰かバードウォッチングでもやってる人いませんか。ちょっと確かにちょっと数えてみてもらいたいもんですね。結構出てますよね。ただね大きなスーツケースを持ってる人がいるわけではないので、やはり近隣から来てるのかなっていうふうには考えています。さて正面の方ですが、こちらもですね、人は見てもらった、見てもらえるように多めですね。はい、この間からねちょっとゴジラネタ入れてたんですけどね、そのゴジラネタのですね、どうですかポスターどこにあるんだっていうのね全然お伝えしないままだったんでね、一応最後に報告しておこうかなと思うんですけども、これです。左側見えます。映画のネタと、それから、もう一つはなんかゴジラが京都に上陸してくるなんかコラボレーション系のね、ポスターですね。はい、なんか QR コードがあってね、アプリダウンロードするとなんかちょっといろんな、なんかオリエンテーリングみたいなね、そんなこともやってるみたいですよ。はい、最後になりますけどね、ちょっと一つお伝えしたいのはね、唐突ですが、子供の頃ってねイベント、春休み、夏休み、クリスマス、お正月、お年玉とねいっぱいありますよ。バレンタインもそうですね。なのでねやっぱりこうなんか待ち遠しく思っているとドキドキして、時間が長く感じるらしいです。なのでやっぱりね夏休みなんかね、あの可愛い子に早く会いたいなっていう新学期なかなか来なかったもんですよね。やっぱりこうちょっと心にドキドキ感がないとダメですよね。やはりねこれコロナと一緒に過ごしながらですよ、何かこうワクワクドキドキするようなものをね心の中、それからイベントにぶち込んでね、過ごしてみたいと思います。また来ます。